はい、皆さんこんにちは。今日もフォルツァストリートを楽しんでいきましょう。いつもコメント、高評価、本当にありがとうございます。新しく始まったね、このマクラーレンイベントですが、今日は一つ皆さんにね、少しお伝えしたいところがね、ここであるんですが、まず先にですね、こちら、P1 ね、ゲットしました。この車両のね、右を見ていただければわかると思いますが、これですね、先にやっておきましょう。はい、9分の4、グレード4にね、上がりました。もうすぐ PL ね、500までいきますね。これはもう強化キットを集めるだけですが、前回の動画のコメント欄でもね、すでに P1 をゲットしておられた方いました。本当におめでとうございます。そしてですね、走行動画ですよね。走ってるところをお見せすることができていなかったので、今日は、どこでもいいんですが、ここのね、430でもね、上げることができますので、難易度をね、これを470で少しね、走っていきましょう。20ぐらいね、こちらの方が総合値は上ですが、このね、P1 のね、音とかね、少し聞いていただきたいですね。このスタートね、僕まだちょっとね、慣れてないですが、もうこのね、音が本当いいんですよ。そしてやはりね、ニュートロが溜まるのが早くて、ここは慎重にいきましょう。これ吹いていきます、僕は。はい。皆さんもコース覚えておられますか？コースによってね、ニュートロが吹く場所や、1周で吹くのか2周溜めて吹くのかっていうのはそれぞれ変わってくると思うんですが、僕はねやはり走ってみないとね、まだどんなコースだったか覚えてないなってことが結構ありますね。このコースは意外と分かりやすいコースですね。この最終コーナーで、2周溜まっていたらね、まず勝てるだろうっていうコースです。はい、さすが P1 ということで勝つことはできるんですが、やはりこの見た目といい、このエンジン音、走ってる時のこともそうですが、最高ですよね。いや、僕はこの車本当に気に入っています。ということで、一通りね、P1 がある程度育ったよということとですね、このね、P1 の走っている姿を見ていただきました。いかがだったでしょうか。本当にね、かっこいいと思います。やはりね、このフォルツァストリートってね、音がいいですよね。ちゃんと、本当のね、実車の音、そのままではないでしょうか。ということで、今回ね、少し皆さんにお知らせしたい部分として、皆さんもうね、ご存知かと思いますが、次のマクラーレンのね、スキャン 570S クーペ、ね、もう発表されていますが、こちらですね。はい。1スキャン目から 60% なんですよね。こちらのね、前回の P1 はね、もちろん1スキャン目は 10% ですから、やはりこちらのね、60% から始まる確率っていうのはね、非常に高いので、いやーもう、僕はね、前回ね、3回目でこちらをゲットすることができたので、はい。今回、このようにね、育てることもできていますし、次回、こちらをね、集めながら、新しいグレードに向けてということをね、考えてはいますが、やはりね、次のね、570S クーペをゲットするにあたって、あの確率っていうのはね、60% っていうのはね、非常にありがたいですよね。なので、貯めているゴールドをね、駆使して、一発目から当てていけたらいいなと思いますが、皆さんもね、すでに P1 持っておられる方もいますし、中にはね、課金でね、全種類、5車種ね、コンプリートしておられる方もいましたが、まだね、持っておられない方は、この P1 をゲットした後にね、ぜひ 570S の方も、高確率でゲットできるということで、スキャン、開放を待ちながら、あと、今、現在撮っている時点からは4日後ぐらいだったと思うんですが、はい、今のね、マクラーレンイベント、楽しみながら、走っていきましょう。ということで、皆さん今日も見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。Get up, get up, we want you to get on your feet, stand up.